ペトラちゃんは見た。私はアカネ。とある小さな村の診療所で看護師として働いている。はい、血圧測りますよ。この診療所には村唯一のお医者様がいる。これはその医者、立花先生のお話だ。一言で言えば先生は見た目通りの人。うん、腕は確かなのだけど口も人付き合いも悪い。子供のことは痛いよ。ピーピーやかましくてうるせえ。ご老人のことはそれでね先生、話が長くてかなわんといつもぼやいている。そんな彼がなぜ医者になったのか聞いたことがあるのだが。あ、そんなの給料がいいからに決まってるだろう。だなんて一周されてしまった。確かにその通りだけどさ、もうちょっと何かないのかしらね。っていうかそれなら町医者の方が給料いいのに。とはいえ私もここで働いている理由は特にない。強いて言うなら祖父母の家が近いからってくらいだけど。あー、全く出会いもないし暇だし退屈だわ。あかね姉ちゃん、またそんなこと言ったんの。あら、赤松くん、学校終わったの。まあね、これから特製たちと遊びに行くんだ。彼は赤松くん、近くの小学校の生徒でここにもちょくちょく遊びに来る。陽気で明るい子だ。ん、どうしたの、行かないの。あのさ、ちょっと話聞いてほしくて。いわく彼の同級生でお隣さんのツツジちゃんが来月引っ越すからその前にということらしい。そっか。でも俺、告白ってどうすればいいか分かんなくてさ。あー青春。まあそんな難しく考えなくていいわよ。大事なのは気持ち、勢い、当たってくだけだよ。そんな大丈夫だよ、気合だよ。おーやめろ、うるせえぞ。用がないならとっとと帰れ。あ、すみません。なんだ、先生だってどうせ暇で寝てただけだろ。ふん、余計なお世話だ。ウェー、まったく相変わらずね、あの人。ま、頑張りなさいよ、応援してるわ。どうだったか聞かせてよね。あ、じゃあまた今度ね。頑張れよ。子供が元気なのはいいことね。多少の不満はあるものの、村の人たちとの距離が近いこの診療所はなんだかんだで私の肌にも合っているらしい。小さな村の診療所の毎日は平和なものだ。きっとこのままこうやってずっと過ごしていくのだろう。そう思っていた矢先、事件は起きた。数日後。お大事に。ふぅ、そろそろ診療時間も終わりか。ふぅ、すみません、息子が、息子が。ゆりさん、どうしたんですか。赤松くん、息子が川で溺れて意識が戻らなくて。先生、休館です。患者の様子。意識はありません。体温もとても低くて危険な状態です。呼吸は。お母さんはこのまま治療室まで運んでくれ。あかね、AED の準備。はい、わかりました。この設備だと足りないかもしれない。どこどこ病院に連絡してくれ。はい。大丈夫よ。赤松くん。ツツジちゃん、私が悪いの。私が帽子を脱がしちゃって赤松くんが取ってやるって。それで大丈夫よ、ツツジちゃん。あかねさん、先生と私が絶対に赤松くんを助けるわ。だからあなたは彼が起きた時笑って迎えてちょうだい。約束よ。よし、じゃあ待っててね。町の大きな病院に連絡したところ、こちらに来るまでに数十分かかるという。一刻の猶予もない。くそ、 AED 装着してくれ。はい。ベッドに横たわる赤松くんは依然意識はなく、数日前の元気な面影はどこにもない。呼吸はほぼしていなかった。赤松くん、ショックが必要です。体から離れてください。よし、オレンジの元に一旦離れろ。ダメです、脈拍、血圧、戻りません。諦めるな、このまま続けるぞ。はい。時間が。赤松くん、目を開けて。赤松、起きろ。赤松、筋に告白するんだろ。今回そのまま別れるなんて絶対にさせない。先生。赤松。先生、
ユリさんに知らせてくる。軌道を確保したまま引き続き様子を見てくれ。はい。赤松くん、赤松くん、よかった。みんなの祈りが通じたのか、赤松くんは一命を取り留めた。そしてそのまま町の病院に入院する運びになった。数時間後。お疲れ。先生、先生もお疲れ様でした。赤松くん、助かってよかったですね。お先生、私たちの会話聞いてたんですね。え、赤松くんがツツジちゃんに告白するって話、あんなに大声出す先生初めて見ました。昔を思い出したんだ。昔？俺が医者を目指すきっかけになった思い出だ。え、立花先生がまだ小学生の頃、彼には3歳年上の幼馴染がいたそうだ。立花くん、遊ぼう。おう。二人は兄弟のように仲が良くて、いつも遊んでいたのだそう。けれど彼女は病気がちで町病院に入院することも多く。ああ、早く村に戻って立花くんと遊びたいな。ここから見える景色は退屈だわ。そんな顔すんなよ。俺が毎日村のこと話してやるからさ。立花くん、ありがとう。それからしばらく経って、じゃ、そろそろ帰るわ。立花くん、うん、好きだよ。急にごめんね。気にしなくていいよ。またね。また今度だ。その日の夜。ゆずりは急にどうしたんだろう。好きだよ。今度会った時に返事しよう。俺もって。でも今度は二度と訪れなかった。数日後。あれ、ゆずりは？そこに彼女の姿はなかった。不思議に思った先生は受付に戻り、事情を聞こうとしたのだそうだ。そこにはちょうど看護師とゆずりはの両親がいた。なあ、ゆずりはどこに行ったの？あ、立花くん、ゆずりははね、遠いところに行ってしまったの。あ、どういう意味？今までありがとう。ゆずりはもあなたと会うのが本当に楽しみだったの。ごめんね。また後でゆっくりお話しさせてね。その時、おぼろげながらも立花先生は、ゆずりはさんがもうこの世にいないということを理解してしまった。そして、もう彼女には二度と会えないということを。後から気づいたんだ。きっと彼女は自分の死期が分かっていたんだろう。だからあの時、最後に自分の思いを伝えてくれたんだ。それなのに俺は返事をしてやれなかった。また今度だなんて言って逃げてしまった。今度がある保証なんてどこにもないのにな。先生。俺はそれをずっと後悔してきた。それから俺は医者になることに決めたんだ。夢も叶えられず、悔いを残したまま亡くなる人が少しでも減るように。ゆずりはが好きだったこの村でな。赤松くん、本当に助かってよかったです。先生のおかげです。きっと先生の声が届いたんだわ。どうだかな、あいつが頑張ったんだよ。先生のこと誤解してました。ただ稼げるからお医者さんになっただけで、惰性で働いてるんだなって。おい、そんなこと思ってたのかよ。ごめんなさい。惰性で働いてたのは私には特に看護師になりたい理由とかなかったから。だから私もそんな先生のお手伝いがしたいんです。少しでも悲しんだり苦しんだりする人が減ればいいなって。それに私もこの村が好きですから。そうか。後日、すっかり元気になった赤松くんが診療所に顔を出してきてくれた。赤松くん、もう大丈夫なの？いやー、びっくりしたよ。目が覚めたら死なないベッドの上でさ、母ちゃんとツツジが大泣きしてんの。お引越しはもうそろそろ？はい、あと1週間くらいで。そっか、寂しくなるわね。ね、赤松くん。うん。おおおお、ちょ
も引っ越ししても手紙出すし、遊びに行くって約束したんだ。あら、そうなの。それはいいわね。うん、私も赤松くんと離れるの寂しいから嬉しい。あら、まあ。なんだお前ら、また用もないのに来たのか。あ、先生、こっちは忙しいんだよ。帰れ帰れ、シュッシュ。ああ、別にいいじゃんか。ガチ先生。俺は別に当たり前のことを知っただけだ。先生は俺たちのヒーローだね。ヒーローですって先生。うん。おふん。俺に懲りたらもう危ないことすんじゃねえぞ。ガキの世話は性に合わねえんだ。帰れ。なんだよ、ブー。素直じゃないんだから。私一人の力は小さいかもしれない。それでもこれからも先生の隣で訪れる人たちを支えていきたい。この仕事が好きだと胸を張って誇れるように。ご視聴いただきありがとうございました。お医者様だって同じ人間ですし、医療は万能ではないです。もちろん適切な処置を施す前提ではありますが、今回赤松くんが助かったのもまだ伝えていないことがあるから悔いを残さないようにしろという気持ちが通じたからなのが大きいのではないでしょうか。というか、意識のない人に呼びかけることってちゃんと意味があって大事なことなんですね。なんというか、生きなければという思いの力の大切さを感じました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。